今から警察行くんですか？やめてくださいよ、俺やってないですから。はい、テリヤキのデッドバイデイライト、今回はシスコンの変態野郎マイケル・マイヤーズくんで遊んでいきたいと思います。今回ですね、新しくね、ヘッドフォンを僕新しく購入しまして、これ一発目なんですよ。それまではこれどこのんやろ、3話っていうところのなんかすごい軽いペラペラのヘッドホン使ってたんですね。僕耳あったか、熱っ、よいちょ待てよ、おい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 、追っかける追っかける、はい、まあまあこのねティア1の状態でもまあまあ強いっていうことがだんだん分かってきてね十分一人やれる戦闘力を持ってるってことをね、だんだん分かってきました。おら、追っかけ方によってはね、相手に先回りするように動いたら結構やれます。いった、そうか、そうなんですよ。でね、新しくヘッドホン買うたんです。すげえ物々しいよ、なんか僕の頭には似合わないというか似つかわしくないというか、ロジクールっていうところの G430 っていうね、 G430 っていうヘッドホン買うたんです。なんかノイズキャンセリングとかいろいろ機能が、確かにね、音はすごくいいの、耳から入ってくる音は、サバイバーがどっちにおるかっていうのがねすごいわかりやすい。おら、フィーバーやな、これフィーバー、サバイバー2人おるで、フィーバーや、すごい、てんてけてんてて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 てとりあえず2に上げとこうね、上げとこう、そうなんです、ご機嫌なんです。今日はアマゾンからニューヘッドホンが届いてね、近くにいてるでしょうこれ、よしよし出てきたぞ、これいける、あちゃーっ、はい、ということで、いい感じは序盤からこれガンガンいけてる。さあ釣り下げようね、1回は逃げられましたけどね、はーい、容赦しませんよ、容赦はしない、そういうことで、はい、非常に上機嫌でございます。今日はニューヘッドホンをつけてね、まあこれやったら長時間耳つけてても疲れへんね、感想はすごくいい感じ、いい感じ、いい感じ、G430 なかなかいいですよ、ステマじゃないですからまたね、何か悪いところがあったら僕はもう容赦なくね、もう、言ってやりますよ本当にね、今のところは悪くないです。ロジクールの製品僕使ってますね、結構マウスもそうだけど、マウスはねこれは G303 かな、アマゾンのなんかすごい安くなっているセールの時に購入しました。ほら見つけた、こそこそ隠れてんじゃねえよ、こそこそ隠れとったらあかんよ、おら助けに行ってるの見えたぞね、そう、ただじゃあ助けさせませんよ。さあそして助けに来たやつを追っかける、そうです、こうしてね手追いのやつをいっぱい増やすことによって発電機の復旧を遅らせることができるのです。ほら待てー、そう今度でね、そうか回復させられたか、そうか、別に一人にねこう固執する必要はないんだよね、いっぱいいてる、まだターゲットは、まあただことわざでね、二と追うものは一とも得ずいう言葉もありますからね、まあ狙いを定めるってことも時には必要なのかなということですね。おいしゃしゃしゃい、回り込んだのが効いたな今のは、あなたの背後から迫ってきているんだよ、はい、よーしよーし、いいぞ、いやー、僕好きな YouTuber の人はね、怒りはる人瀬戸康史がねブチ切れてる、あ、くそ、ところがすげえ好きですね、瀬戸康史さん、
ですね。むっちゃ笑ったなこのお前。いけ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 、ゴー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 、はい、逃がせへんぞ。さあ地下連れて行こう。地下が非常に目と鼻の先にあるので連れて行きたいと思います。よし、いいな、こうだよ。常にこうナイフをブン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 振り回してね、ブン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 、おっいいタイミングやったな今。そうですよ、そうそうそう、よう怒りはる人。僕がね、喜怒哀楽の道に非常に乏しい人間なんでね、あんまりねこう本気になって怒るということをができないのかな。僕はあんまり腹から怒るってことが日常生活でなかなかないもんでね。ほら助けに行ってるやろ、今地下におるやろ。よし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 、ほらまず一発、おっ見えてるよあなた、ロッカーの中に入ったところか。はーい、いただき、さあ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 、ええ感じやね。そうなんですよね、すごくこう毒を吐く人とかこう怒る人がすごくなんていうかな、羨ましく思うんだよね僕はね。俺ら二人とも見えたぞ、どっち行こう、傷ついてる方行こうか、こっちやな。よしよし、追っかけれてる、平行して追っかけれてる。そしてここで一気に距離が詰まって、ここでやれる、よし。そうなんです、内側内側をね行くように追っかけましょうね。まあ柴田さんも結構好きですよ僕は。嫌いな方もおられるでしょうけれども、なかなかね、ああいう感じで歯に衣着せぬ物言いができる人っていうのはなかなかいないもんですよ。面白いなと、思いますね。好きですだから僕は。毒吐く人であったりとか、本当に怒りはる人好きですね。まあもしおすすめのそういう方がいたら、コメント欄の方にちょっとまあ、お書きください、教えてください。はい、さあどんなもんでしょうか。残り2人、非常にいいペースやとは思うんですけどね。3つ残してるわけでしょう、発電機。これかなりね余裕があります。もう発電機回ってたらなかなかねこう進みませんし、その間に見つけることができれば。あ、痕跡発見、おる、近くにおるぞ。どこや、どっかにおる、足音が、ん、おった、やっぱりほら俺もようそこにね隠れたからわかんのよ、そこに隠れたい気持ちはね。よしよし、もう一人や、釣らない、釣らないよ。なんやったらあれやな、ディサイシブ持ってるかどうか確かめてもよかったけどもだ。もう一人探そう、脱出させないぞ、もう全滅だ今回は。今回の目標はね、どこかな、助けに来てるかな、近くまで来てるかな。非常に限定しやすい、このゲートの近くにおるということでね。どこ行ったんやろ、でも分かれへんなと思ったな。あ、見えた、おった、ここか、だいぶ離れたな。そうですかそうですか、あとそうですね、まあ最近僕もこのデッドバイデイライト、デイライトでデイライトしかやってませんけども、まあ、他にやってもらいたいゲームとかありましたらね、どしどしコメント欄をおかけください。まあ僕のそのモチベーションにもよりますけども仕事から帰ってきて、あ、やりたいなっていうゲームじゃないとやっぱなかなかねこう行動に移すことができない。そう、マウスでクリックするだけなんだけどね、クリックするだけなんだが、僕買ってからほんま一回もやってないゲームいっぱいありますわ。そういえばスチームで、スチームってセールやってるの知ってます？めっちゃ安くなる時あるんですよ。でそのセールやってる時に、あ、これ前々からちょっと気になってたんやっていうソフトをね僕買ってるんですよ。
でもね、あ、クソ、助けられたか。ってことは大体あっち側におるな。うん、そう、例えばアウトラストとかね。うん、勝ってやってない一回も。どこだ、近くにいてるような感じがしないでもないが、うん、ここら辺におったんよ、さっき。痕跡ないってことは歩いて逃げてるってことやからね。僕は近くにおると思うんだけれども。だあ、聞こえる。近いぞ。声が聞こえたんやけどな。聞こえたよね、さっき。うん、言うて。この付近におる。あ、回復してる。地下やな、これは。地下やな。さっきもふと思ったけども。ほらな。そうなんですよね。あの、地下でね、回復してある人は、音がね、漏れてるんで、鬼近づいてきたらやめといた方がいいですよ、あれはね。回復を一旦ストップして、息を潜めるか、あの、早いこと逃げた方がいい。うん、さあ、まだまだ終わりません。はい。そうなんですよ。何の話してたっけ？あ、勝ってそのまま。あ、おった。よし！ラス1、追っかけるぞ。よーし。オッケー、そのまままっすぐ行くでしょう。はい、だ、もう一発。そうやね、ほったらかしにしてたソフトね、まだあるわ。シムピープル4、全くやってない。暇なってからやろうと思ってんねんけども、全然暇になれへん。全く暇にならない。 DVD 動画地獄から抜け出せないんですよね。で、乗り越えると。そうでしょうね。でもね、背中から追っかけなくてもわかんすよ、この人。ほら。ね。大体、サバイバーは行ってから180度後ろに。そうだ。180度後ろに変えるってことは、よほど勇気ないとできませんから。ええ、よほど後ろ見ながら歩いてるとかじゃないと、真後ろ見ながら走りませんからね。だから、大体音で判断してると思うんですけど、ああいう風に横からね、並走して、追っかけるっていうのが僕最近のお気に入りですね。はい、ということで、はい、全滅できました。はい、ということで、マイケル・マイヤーズで遊んでまいりました。もうほとんどレベル2からストーキングせずに、もうそのまま追っかけて倒すという。あんまりマイケルらしさっていうのはあんまりお見せできなかったと思うんですけれどもね、十分強いんですよ。ホンダモン、貯めなくても。うん。十分強い。はい、では続けて2戦目、見ていただきましょう。はい、今回は気合ブリバリですよ。スクラッチドミラーって言ってね、ティア1での、あ、くっそ、そうなん、サバイバー3人。あ、そう。がっかりや、ちょっと。せっかくこっちは、希少価値の高い、ね、スクラッチドミラーを持ってきてるのに、うん。ぶっ壊れアドオンですよ、本当に。透けて見えます。ティア1の状態で透けて見える。こんな感じでね。ね。そう、相手の位置がもろ分かり。もう大好き、このアドオンが。そうなんですよ。まだまだ、まあ、あのね、前まではね、もっといっぱいレベル上げの時に出てきてたんだけど、本当に出てこなくなったよ、このアドオンは。やっぱり、何らかの制限がかかってますね。うん、やっぱ強いと思う。うん。まあ、スクラッチドミラーって言ってね、ティア2で、まあ、同じように赤く強調表示されるアドオンもありますけどね。それ、あ、切りやがった。マジかい。マジか。余計にこれ、あっという間に終わるな、こんなん。ほんま。ほら、ね、見えるでしょう。
隠れてるのもろバレなんですよ。だから一回もこのなんていうかな、32メートルかなの範囲に入っちゃうと、もうかなり逃げるのは困難だと思う。逃げられへんと思う。はい、あと一人。お、助けられた。元戻ってみましょう。吊り下げた台のところね、向こう側ですよ。このマップ自体がね、ひょうたんみたいな形してるんですよね、うん、で上の方に今見に来た。あー、おった。そうかそうか、見えるわ。回復してんのもろバレやわ。まあティア1から上げることできませんからね、まあ、追跡能力はないんですよ。だからまあ真後ろからまあ追っかけるのはもう本当にダメですね。これは相手に、あ、私の位置バレてないとかこういう風に思わせて追っかけるのが一番いい。はい、さあもう一人、もう全滅をねやっぱり狙っていきたい。今回は3人やもんね、え、全滅狙わなきゃ。さあどこにいるんでしょうか。ドンドーン、おったね。え、まあこのストーキングをしながら移動スピードが上がるアドオンも私つけてるんで、もうほぼもうマックス状態ですねこれ。よし、はい、フィニッシュです。だからずっとヒュー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 、あのストーキングね、本来スピードだいぶ肩下がりするんですけど、そんなにスピードが下がることなく、どこに敵がおるかっていうのをね、索敵しながら速いスピードで移動できるわけですね。あのそういうアドオンがあります。まあだからストーキングを多用するスクラッチドミラーであったり、まあ、バニッシングミラーといったようなアドオンとの相性が非常にいいと思います。うん、ある程度だからずっとストーキングしながら追っかけれますから、あんまりねそれによってスピードがダウンしないんで、うん、僕は相性がいいと思ってよく使ってますけどね、うん、なんか勝負下着あるじゃないですかね。今日はちょっとあの決めたいから黒の下着で行こうかなみたいなね。いやー今回ちょっとかなりね気合い入れてね勝負アドオンつけてきたんやけどな。まあまあ全滅はできたから良かったんですけどね。3人やったらちょっとオーバーキルやなこれ。オーバーキルな感じ。このエフェクト結構ド派手になったよね、昔に比べたら。ドカーンってなんか爆発する感じ。はい、ということでマイケル・マイヤーズちゃんとですね遊んでいきました。うん、スコア的には、まあ、4人じゃないというのと1人回線落ちしたっていうことでね、あまり振るわないかったですけどね。はい、ということで遊んでまいりました。はい、ということで2戦ね、ご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。次回予告です。もうアンケートに従って、マイケル・マイヤーズの次は、23% を獲得したナースですね。はい、お元気クリニックでございます。次回、ナースでビュン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 ワープしてですね、そして仕留めていきたいと思っております。またまあ楽しみにね待っとってください。最後まで今回もご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。